無理無理無理これジャンプだったら何人か怒るかもしれないわらこれめっちゃ重いよ八乙女動画八乙女光る岩本てる深沢達也でスノーマン衣装の重さを検証 We are 昆布ブ裏ムービー「へせー。ジャンプ八乙女光るが」がスノーマンの衣装が重いという噂を検証する動画が公開動画の撮影者は深沢達也で声での出演 衣装を貸すのが岩本てるで八乙女と並んでいるところから動画はスタートする。スノーマンの衣装が重たいらしいので、嘘つけ。ってことで着てみたいと思います。岩もっちゃんのがより重たいということで、と八乙女が発言し、岩本がジャケットを八乙女に試着させる。キラキラのストーンがぎっしりついたジャケットを着た八乙女はあまりの重さに、ええー、え。マジで、これやばいよと声を上げる。すると深沢が、 これ下もあるから、岩本も、セットアップなんで上下で、来てます、と発言し、八乙女は驚きの表情を浮かべ、無理無理無理。これジャンプだったら何人か怒るかもしれない、わら、これめっちゃ重いよとこぼす。二本目の動画でも八乙女は、本物の、ストーン、をつけてるからこんなに重いってことだよね、と改めて驚くと、深沢から、機内で手に持ったらさらに重い、と提案を受け、片手で持つと、 これだけでパンプアップになるもん、と八乙女が筋トレのような動作を始め、視聴者に向けて、スノーマンの見方変わりますよ。と呼びかける。岩本がそれを受けてドヤ顔を決め、動画は終了する。八乙女の投稿に、シャープヒカフカイは、とハッシュタグが付けられていることから、ヒカフカイは可愛い、という声や W 光カの絡み嬉しい、スノーマンすごいな、といった声が集まっている。